不要な花芽を落とすことについてお話したいと思います。例えばこういったものですね。これまだ非常に若くて葉っぱ自体ももう15センチ弱、非常にまだ小さいのに花芽だけがこう来てしまったっていう場合、もしくはこれ玉姫なんですが、これ完全な青なんです。そうなので今はまだ使えますが、お杉としてあの花粉をすべて使い終わったら、こういったものは来年も使いたいので、花芽を落としてしまえば実がつかなくて力が落ちずに、でまず来年も花芽をまたつけてくれます。でそういったものの花芽の落とし方、つけた花芽をつけたくないものを花芽を落とす、その方法についてお話したいと思います。ちょっとこれはもうこういう花芽がこう出てきてあれなんですが、もうこれは落としたいということで、花芽をぐーっとやって、このままポキッとやっちゃってもいいんですが、これランセットですね。ランセットって深く切っていってこんなような形ですね。はい、こんなような形で非常に若くて、まだどっちにしろ花芽をつけてもその1個2個ぐらいしかつかない、もしくは途中で潰れてしまうような花芽を落としたり、若すぎるものですね。あとはお杉として使い終わったもの、これはこの後多分2週間か10日ぐらいの後ですね、花芽を落とすんですが、そういったものの花芽の落とし方についてお話ししました。